ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第79回目はこちら。今日はどこに来ているのかと言いますと、こちらです。じゃじゃん、諫早神社。そう、今回やってきたのは諫早神社。ここは九州をお守りしている神様がお祭りされており、古来より諫早の氏神様として地元の人々から親しまれています。また諫早駅からトラスタに続くビファーレンロードの途中にある神社でもあるんです。そしてこの時期には日本一大きなおたふくくぐりなど節分にちなんだ縁起物がお目見え。昨年も節分の時期にやってきたビビ君ですが、今年は節分とは何か、なぜ豆まきをするのか、たくさんの勉強してきました。ということで今回は節分に潜入。皆さんもぜひビビ君と一緒にお勉強をして春を迎える準備を整えましょう。早速ビビ君、境内の入り口である人がお出迎え。ビビ君を待っていたのはこちらの方。じゃーん、こちら日本一の大きさのおたふくくぐりです。そう、縦横約 5.6 メートルで日本一の大きさを誇るおたふくさん。お口をくぐると御利益があるとされています。さあビビ君、うまくくぐれるかな。よいしょ、大丈夫？大きくて丸いビビ君、なんだかお餅みたいです。足上げて頑張れ。よいしょ。ビビ君、なんとかくぐれて一安心。今年もたくさんの福が訪れるといいですね。さて、おたふくさんのお口を通った先はいよいよ境内。まずはビビ君、神様に参拝しましょう。長い間手を合わせているビビ君、今年もいいスタートが切れるように祈ります。そして拝殿のお隣にはアマビエ様。ビビ君も2020年に加算したアマビエさん、日本一のアマビエさんなんだよ。そうなんです。こちらの木造も大きさが日本一。ビビ君も2020年のハロウィンはお衣装作りに励み、わしゃわしゃの髪の毛が懐かしいです。さてここからは節分についてお勉強を教えていただけるのは諫早神社の宮司さん。まずは入り口でくぐってきたおたふくさんについてお聞きします。おたふくくぐり自体は、諫早駅前の商店街の皆さんと一緒に、地域をこの節分の時期に盛り上げられたらということで、5年前に設置したものです。地域の皆さんの思いが詰まった取り組みで、長崎県内では諫早神社だけにしかないそうです。そしてビビ君の気になるご利益、どんな福を招いてくれるのでしょうか。自分から福に飛び込むという意味がございまして、開運昇福、また商売繁盛、そして健康長寿などのご利益があるとされております。たくさんご利益があるということで、ビビ君もね、去年とか今さっきもくぐってきましたが、じゃあくぐればくぐるだけいっぱい健康や幸福をたくさん呼び込めるって素敵です。さて最近は漢字も少しずつを勉強しているビビ君、そんなビビ君が節分という字を見て気になったことが。まず節分という言葉なんですけど、はい、ビビ君が節分、漢字で節、分けるって書くんですけれども、はい、何かを分けるのが節分なんですか。そうですね、節分っていうのは立春の前の日のことを節分と言います。もともとはその立春、立夏、立秋、立冬と4つの季節にそれぞれ あるんですけれども、次第にこの立春の前だけ節分というふうに言われるようになりました。ですので節分というのは季節の節を分けると書くんですね。なるほど、季節を分けるで節分なんだということ。
昔は春になるのを新たな一年と捉えられ、さまざまな行事が行われていたそうです。ここでビビ君、気になったのがこちらの質問。この季節の分かれ目っていうのは悪いものが入ってきやすい時期になります。例えば体調を崩しやすくなったりですとか、こういう疫病が流行ったりする時期ですので、悪いものっていうのが鬼、例えば鬼だったりするわけなんですけども、立春をすがすがしい状態で迎えるために豆でこう鬼を払うっていうのが大切なところなんですね。これが鬼は外という由来だったんですね。言葉的にも豆っていうのが魔を滅する、鬼を退治するというのが大切なことでございます。さらに豆を食べる理由も教えていただきます。豆にはすごくこうエネルギーが込められてますので、悪いものを退治したものでまた取り込んで、一瞬新しい季節を新たな気持ちでエネルギーをいただいて過ごすというのが大切な意識です。ビビ君、わかりました。今までなんとなくお豆を投げて食べていたビビ君、しっかりお勉強ができたところで、続いては豆まきのやり方をお聞きします。豆ですので、鬼の目をめがけて投げるといいと言われています。そして鬼が目の前にいない場合、投げる方角についても決まりがあるようです。北東は鬼門と言いまして、鬼が入ってきやすい方角ですので、北東の方を向いて鬼退治の豆まきをしていただく。あっちだってビビ君。ということでビビ君も正しい豆まきをやってみましょう。いやちょっとおお飛んだね。じゃあビビ君、福は内もお願いします。福は内、全力で豆を投げるビビ君、きっと鬼さんも逃げていったことでしょう。これでしっかり鬼、悪いものを追い払って福が入ってくるようにできたということで、ありがとうございます。よかったです。今年も運気上げ上げで、はい、運気上げ上げで、ね、総選挙も頑張ってチームもね、開幕上げ上げでいきたいと思います。ビフォーレンロードの途中にある諫早神社、皆さんもぜひ試合前に立ち寄って必勝祈願をよろしくお願いします。そしてこの後はビビ君のインスタライブを配信。神社の皆さんとも福巻きをさせていただき、皆さんが素敵な一年を送れるようにお願いしました。さらにビビ君、アマビエさんのおみくじを引くと、なんと大吉をゲット。今年一年がますます楽しみになる素敵な時間でした。ぜひこちらのアーカイブもご覧ください。今回お勉強してきた節分、ビビ君も昔から伝わる風習が今もなお続いている意味を学ぶことができました。クラブとしても間もなくシーズンが開幕し、勝負の一年が始まります。皆さんもぜひ今日は豆まきをして、福がいっぱいの素敵な一年にしてみてはいかがでしょうか。転入して思ったこと、今までお豆や恵方巻きをもぐもぐする日だと思っていたけど、節分にはいろんな思いが込められているんだなって分かりました。これからは元気に過ごせるようにお願いしながら豆まきをしてもぐもぐしたいです。ビビー君。